こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では、強鎖乳突菌の解剖学についてお話をします。まず、強鎖乳突菌の起死停止、付着部ですね。そこから強鎖乳突菌の動作や神経支配、栄養や酸素を起こる動脈、そして他の組織との関連についてお話をしていこうと思います。まず、起死部ですね。 起死部、実はこの強鎖乳突筋っていうのは付着部が筋肉の名前になっている筋肉なんですねどういうことかというとここ胸骨、まあ、詳しく言うと胸骨兵っていうんですけど胸骨にひっついてますねそして強鎖乳突筋の鎖の部分はどこかというと鎖骨にひっついてます、まあ、ちょっと2箇所に分かれるんですねこの付着部っていうのがそしてこの強鎖乳突筋の強鎖のところは、えー、説明をしていきましたそして 乳突筋のところこれは低脂肪になりますね乳幼突起ちょっとすかせてみましょうこれね側頭骨なんですがこれの乳幼突起と呼ばれる部分がここなんですねだからね起死停止で考えると胸骨鎖骨胸鎖,胸鎖乳幼突起乳幼突起ねだから胸鎖乳突筋というんですね これがざっくりとした低脂部なんですが、もうちょっと深めると、このね、後頭骨とかに分布している上甲線という線があるんですね。そこにも付着をしています。そして実は意外と知られてないんですが、この強さ乳突筋っていうのは実は後頭骨まで伸びています。このアプリではね、ちょっと と側頭骨までしか伸びてないっていう感じなんですが実はね後頭骨の方まで伸びているんですよこのつながりね後で出てくるので覚えておいてください側頭骨乳腰ときだけじゃなくて後頭骨の方にも伸びていますこれが強さ乳突筋の起始停止ですねはい次は動作をお話ししていこうと思うんですが強さ乳突筋っていうのは左右に1対ずつあります 左右に1ついずつある筋肉なので、両側が収縮したときと、両側が収縮したときと、片側が収縮したときで、その動作っていうのは変わってきます。ですので、まず、両側が収縮したときのお話をしようと思います。強さに言うと、付きね、付着部っていうのは、鎖骨胸骨からの、まあ、ざっくりと側頭骨ね、乳幼突起までひっついています。こんな感じでひっついています。これが 両方が収縮するとどうなるかって言うと、頚椎の屈曲をします。頸椎の屈曲っていうのはこの顎を下に引く動きですね。イエスの動きです。このイエスの動き、屈曲の動きもするんですが、あくまでこれはこの頚椎の位置がニュートラルな場合です。 もし仮に頸椎が進展状態にあった時でこれ引っ張られるのでより進展の状態に動かすこともあり得ますですのでニュートラルな状態で屈曲に行くんだけどポジション次第では進展の方にも行く筋肉ですですが進展っていうのはそこまでメインの筋肉ではないのでメインは屈曲の筋肉かなということですこれが左右のね繊維が同時に収縮した場合の 動きです。進展か、屈曲ですね。イエスの動き。顎を上に向けるのか、下に向けるのかという動きです。では、片側だけが収縮するとどうなるのかっていうと、この前側から見た図でいうと、強さに突筋どっちかというと、横に位置してる筋肉じゃないですか。こう前にあるというよりは、まあ、横にひ、ね、伸びてる筋肉じゃないですか。なので、片側が収縮すると、側屈しますねと。 顔をを傾ける動きをしますなんですが今さっきね「強さに言うと糸突筋」っていうのは横側にある筋肉じゃないですかとは言ったもののこのね起死部を見ると前側にも走ってるこう斜めにね縦断してる筋肉なんですねこんな感じでもう一回言うとねもちろん側屈もするんですが純粋に側屈だけじゃありませんよねとこの位置関係走行の位置関係を見ると。 仮に、強差入突筋、こっちに引っ張るってなると、じゃあ、この顔とか首の位置はどうなるかっていうと、こっちに向いていくんですね。この動き、回線と言います。で、しかも、回線っていうのが、例えば、こっちがね、右の強さ入突筋とするじゃないですか。回線の方向っていうのは、左なんですよ。これ、えー、覚えておいてください。反対側の方に回線をします。 これを覚えておくことはすごく大事です。なぜかっていうと、頸椎とかのね、回線っていうのは、大体、例えば、どんな筋でもいいですけど、例えば、こっちが右側の筋肉が収縮したら、まあ大体ね、右側の方に回線をするんですよ。まあ傾向的にはね、もちろん例外はあるんですが、その例外のうちの一つが強さに言うと、筋で、側屈は右なんだけど、 回線ってなると反対側左になりますよということでこのメカニズムすごく大事です強さに言うと次に片側が収縮すると側屈そして反対側の回線をさせますこれが片方ずつが収縮した時です両方ってなるとこのまあ進展屈曲の動き片側ってなると側屈と回線の動きになるので全面のね三次元全ての軸で動き得る筋肉というところなんですね では起死停止と動作を見ていったので神経を見ていきましょう強差乳突筋の神経支配すごく特徴的な神経がこの強さ乳突筋っていうのを支配していますこの特徴的ってどういう意味かっていうと今からその支配してる神経というのを見せていきますダダダダダと消していきますねで強差乳突筋を支配しているのがこれなんですよこれ これね脳神経の11番なんですねまあローマ数字で書くとこの11番の神経なんですが脳神経の11番何神経でしょうね副神経と呼ばれる神経なんですねで脳神経っていうのは基本的に、まあ、目だったり三叉神経感覚だったりこう咀嚼の筋肉表情の筋肉だったり顔に関わる筋肉とかっていうことが多いんですねまあ今見えてないんですけどこう奥にあるベロの筋肉とは とにかく顔に関わる筋肉っていうのが多いんですね脳神経っていうのはだけどこの副神経脳神経の一部ちょろーんと出てますけどこれ実はね強さ乳突菌を支配しているんです。強鎖乳突筋、ね、の支配副神経っていうつながりで、ね、もう一個支配しているのがこれ僧帽筋が副神経によって支配をされているんですね でもう一回繰り返しになりますが一般的に脳神経が支配している筋肉っていうのはまあ一般的にね顔の筋肉なんですよ顎を動かす筋肉とか表情を作る筋肉とか目を動かす筋肉とかだいたい顔に関わる筋肉なんですがですが僧帽筋とか強さ乳突筋っていう大きい首とかね肩の筋肉に支配を送っているんでこれなんか副神経っていうのはちょっと特殊な神経だなと思っています他のの筋筋肉肉顔ととかね顎の筋肉とは比較 ちっちゃいし特殊な動きじゃないですか顎とか表情とかっていうのはだけどなぜか副神経はこの大きいい筋肉を支配していますでその一つが今日のトピックである強鎖乳突筋を支配していますよということで強さ乳突菌脳神神経経の11番副神経によってて支配をされていますでは神経支配を見ていったので次は血液や酸素を起こる動脈についてお話をします。 っっててていいうのは2つのはつ動脈によって供給されています。この動脈なんですね。この動脈っていうのが元をたどると外形動脈と呼ばれる動脈から分岐したものです。それがこれ。この動脈は上甲状腺動脈と言います。名前だけ聞くとね、甲状腺に血液を送ってるっていう感じなんですが、そうじゃなくて、甲状腺だけじゃなくても、この強さ乳突菌に栄養を送っています。これが、 強さ乳突菌に栄養を送っている血管の一つです。で、もう一つあるんですよ。もう一つが、これ、口頭動脈って呼ばれる動脈なんですね。この後頭動脈、分岐は一緒です。外形動脈と呼ばれる動脈から出ています。ちょっとこっちから行くと。 分かりやすいかな外形動脈から出た分岐した動脈っていうのがこっちに向かっていきますねで強鎖乳突筋と位置関係がこんな感じですねでこの強鎖乳突筋と後頭動脈っていう関係性も後でお話をしようと思います上甲状腺動脈ね上甲状腺動脈っていうのと後頭動脈によって栄養酸素が供給されていますこれが動脈のね栄養供給ですね では、この強鎖乳突筋に関わる他の組織とのつながりを見ていこうと思います。ちょっとね、今言った、この後頭動脈とのつながり、もう一つね、ちょっと大後頭神経という神経があるので、この二つの関わりを見ていこうと思います。この強鎖乳突筋、冒頭では、ちょっと後頭骨の方まで伸びているって言いました。このアプリではちょっと、ちょっと狭いかなと思うんですが、本当はこんぐらいまで伸びています。で、この、ここの間と、 僧帽筋のこの外側の縁の間をこの後頭動脈が通ってるんですねで本当はね大後頭神経もこのここを通ってるんですねこのスペースを通ってるんですねじゃあね強鎖乳突筋と僧帽筋の間のスペースがここ硬くなると後頭動脈の血流悪くなるし大後頭神経っていうのもここで公約されるので頭痛の原因になりえる場所ですその一つの原因になるのがこの強鎖乳突筋なんですねで他にも ここ、エルプテンと呼ばれる場所があるんですよ。この神経が結構分岐している場所をここで、エルプテン。エルプテンね。と呼ばれるのが、強さ乳突筋の後ろ側にあります。ですので、強さ乳突筋って結構ね、神経を見る上で大事なランドマークになってくるんですよ。神経を見ていく大事なランドマークもそうだし、 ね、解剖症とか見ると、強鎖乳突筋の周りを、このね、リンパが縦横無尽に走ってるっていう感じなんですね。強鎖乳突筋の前側とかね、後ろ側とかを走っていますし、もう一回ね、ちょっと僧帽筋との関係を見ていきたいんですが、強鎖乳突筋と僧帽筋と、ちょっと引きで見ると、分かりますこのスペースあるじゃないですか。 で鎖骨とと乳突筋と僧帽筋のこのラインここをね後傾三角と言います後ろの頸部の三角っていうんですねここもまあリンパの基準になるところですね僧帽筋の前方も走ってますしで、えー、僧帽筋と関わりで見ていくといろんなとこをね基準にして僧帽筋の周りをリンパが走っているのでそのリンパの腫れとか流れをチェックするのにもこの強さ乳突筋がすごく大事なランドマークになっています。 動脈の観点から見ても、神経の観点から見ても、リンパの観点から見ても、この強鎖乳突筋っていうのは大事なランドマークになっているんですね。もちろん首に関して、ね、回旋をするとか、側骨をするとか、また、あ、はたまたね、進展屈曲をするって言いました。こういった 動作の観点から見てももちろん強さに突筋っていうのは大事だしだしこのね後頭骨の方には伸びてるっていうここのここの一体のライン筋膜的なつながりでも大事ですこの筋膜的なつながりっていうのも大事なんだけどその他組織を促進する場所っていう感じで見るのもすごく大事なんですね。 強さにュー筋って聞くとあやっぱり首の筋肉だと首を側屈させる回旋させる屈曲進展させるっていうイメージが強いんですがいろんな組織と絡めて見ていくと強さにュー筋っていうのが大事だなということが考察されていきます。 はい。今日は、強さ乳突菌について深掘りをしていきました。強さ乳突菌の起死停止。強さ乳突菌の動作。そして、神経支配、栄養を送っている動脈。そこから、強さ乳突菌と他の組織とのつながり。ということで、今日は強さ乳突菌についてお話をしました。以上です。ありがとうございました。